皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ピアスタということで、今日は先日業務スーパーで購入した乾燥のパスタを使って茹でずに簡単作り置きしておくとめちゃくちゃ便利な作り置き冷凍パスタを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、では今回パスタは7分茹での乾燥パスタを使います。1食 100g で使うので5食分今回 500g 使って作っていきます。ではまずパスタが入る程度の容器にパスタ 500g と浸る程度の水を入れます。パスタが入るほどの容器がない場合はパスタを半分に折って水に浸してみてください。ではパスタを水に浸したら2時間置いておきます。はい、では今パスタをつけて2時間経ったので水気をしっかりと切り、冷凍保存可能な耐熱保存容器に5等分してパスタを入れます。ちなみにこの保存容器はダイソーに売っています。パスタを保存容器に入れたら1食あたりオリーブオイル小さじ2を入れパスタに絡めます。オリーブオイルをあえておくことでパスタ同士がくっつきにくくなり、保存容器の中に入れてあえることによって洗い物もなく無駄なく調理することができます。オイルをパスタに絡めたら、しめじの石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分け、1食あたり 40g パスタの上に乗せます。野菜やキノコ類は、今回のようにすべてしめじにしてもいいですし、これこの間業務スーパーで買ったむきえだ豆なんですけど、半量をしめじにして、半量を冷凍野菜使ったり、玉ねぎなどお好みの野菜に変えていただいても大丈夫です。こんな感じでね、野菜が計 40g になるように乗せてみてください。ではパスタの上に野菜を乗せたら、ウインナーを細切りして保存容器に入れます。ウインナーの代わりにベーコンやひき肉などで代用しても美味しく仕上がります。肉類は 10g から 20g を目安に使ってみてください。はい、では食材をすべて保存容器に入れたら、蓋をして冷凍庫に入れて冷凍し保存します。冷凍保存の目安は3週間から1ヶ月ほどになります。冷凍焼けしたりするとパスタがパサついたりする原因になるので、期間内にできるだけ早めに食べきるようにしてみてください。ちなみにこの100均の容器はこんな感じで冷凍庫の中に入れて重ねて保存できるので、とても使いやすい保存しやすいタッパーになってます。はい、ではこれね、以前作っておいたものなんですけど、もう今ねカッチカチに凍って冷凍の状態になってます。ではこの冷凍作り置きパスタの調理方法について紹介していきます。ではこのまま保存容器で調理していくので、保存容器に水 120ml を入れます。では水を入れたら、蓋が耐熱の場合はこのような感じで蓋をずらしておいていただくか、蓋がレンジの加熱に対応していない場合は少し保存容器の縁を開けるような感じでふんわりラップかけてください。ではラップまたは蓋をしたら 600W の電子レンジで5分加熱します。では加熱し終えたら全体をよく混ぜ合わせます。で少し汁気残っているんですけど、混ぜている間にパスタがどんどん吸っていくので気にせずに食材をよく混ぜ合わせてください。はい、では全体をよく混ぜて汁気がなくなったら、市販のパスタソースをかけてもいいですし、今日はこのオリジナル調味料梅あたれで味付けしていきます。だいたい小さじ2から3ほどですね、調節して梅あたれ入れてみてください。他にも自宅にある調味料や食材と合わせていろんなアレンジをしながら美味しく食べられます。またフライパンで調理したい場合は、水 200ml をフライパンに入れて沸騰させ、冷凍パスタを入れて水気がなくなるまで加熱して調理してみてください。はい、ではこんな感じで作っておくと超便利作り置き冷凍パスタの完成です。じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は茹でずに簡単作り置きしておくとめちゃくちゃ便利な作り置き冷凍パスタを作ってみました。それでは本日は業務スーパーのレモネードベースで乾杯。乾杯。
ペモイ。じゃあ早速いただきましょう。今回は業務スーパーで買ってきたお値打ちなパスタを使いながら作り置きしておくと、茹でることなくレンジで簡単に美味しく食べられる冷凍パスタを作ってみました。今日はちょっと2種類ね、今作ってみたんですけど、まずこっちのね、梅あたれバージョンからいただきます。もうこのままタッパと箸でいただきます。じゃあいただきます。ぼーの美味しい。結構ね、水漬けパスタって流行ったと思うんですけど、今回の場合水漬けにして凍らせることによって、冷凍したものをレンチンするだけでしっかりと茹で上がり、美味しく食べられます。で、茹でてから冷凍保存という方法でもいいんですけど、茹でるとかなりかさが増して冷凍庫の場所を取るので、水につけて冷凍することによって、その分茹でたパスタよりもかさが増えないので、場所を取ることなく作り置きにももってこいのレシピになってます。上にトッピングする具材も冷凍の野菜を使ったり、冷蔵庫に残っているような食材を上に乗せながら、結構何個も何個も同じパターンで作ってると飽きてくることもあるんですけど、具材を変えながら美味しく作れます。水漬けにすることによって、普通に茹でるよりもレンジでの加熱時間も5分という短時間で作ることができ、夏場コーヒーを使いたくないなって時でもレンジで簡単に美味しく食べられます。ではこっちのケチャップとね、コンソメのナポリタン風もいただきます。で、ベースのパスタを作っておけば、いろんな味付けに応用ができ、梅あたれのように、自宅にある調味料、万能系の調味料、麺つゆとか、タレとか、焼肉のタレとか、あえるだけで味付けしてもいいですし、ナポリタン風の味付けにしたり、冷凍パスタがあれば、いろんな味付けにして応用しながら美味しく食べられます。で、ダイソーで買った冷凍タッパーがコンパクトに収まって、かつレンジでの加熱もできて冷凍できるので、とても使いやすいです。このまま1人前にして食べて、もう洗い物も少なく食べられますし、ちょっとこう夕飯、あと1品欲しいなって時に冷凍庫にストックしておくと、チンするだけで簡単に美味しいパスタが作れます。ちょっとね、茹でてないので若干パスタのぬめりといいますかはあるんですけど、全然苦にならない感じですね。時間が短縮できるっていうのと、かさを減らせるっていうのを取ると、なんかもうこのぬめりが苦にならないくらい効率よく便利で美味しい作り置きになってます。はーい、ということで今日は茹でずに簡単万能作り置き冷凍パスタを作ってみた動画でした。パスタを水につけておくことで、茹でる手間がなく、かさも増さずに冷凍保存しやすく、簡単に美味しく食べられるレシピになってます。あとベースのパスタがあれば、いろんな味付けに応用ができますし、ちょっとこう夕飯がね、一品足りない時にも、パパッと簡単に作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン。レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。パスタ。我が家はストック必須。